おはようございます。みんなのパイセン、トルコライスです。今日はですね、究極のホコタテ対決といいますか、結局検証なんですけれども、僕一切毒の効かへん体質でして、それの検証なんですけども、言うたらポイズンが一切ダメージ、ポイズンに対してダメージが一切ないんですよね。前にスズメバチに襲われた時もあれ20匹ぐらいおったんかな、何の変化もなく痛みも感じなく、病院も行かず全然普通でした。マムシに襲われた時も1、2匹じゃなかったですね。そんな時も噛まれたことにも気づかず、後で動画見て気づいたんですけど、一切ポイズンが効かないんですよね。マムシにも何にもどんな毒に対しても僕は耐性を持ってまして、僕に効く毒があるのかどうかっていうのを知りたかったんですけども、知り合いのキノコハンターに聞いたところによると、この辺りに世界一危険な毒を持つ毒キノコがあるらしいんですけども、今日は僕それをちょっと食べてみて、僕がどうなるか、僕はどうなりもなりませんけども、そんな毒どうのこうのいう体じゃないので、なんでちょっとそれを食べてみて、僕が強いか世界一の毒キノコが強いかっていうのを試してみたいと思います。勝負してみたいと思います。お願いします。よろしくどうぞ。ありました、絶対あれですよ。石から生えてるって僕聞いてたんですよ。うわぁ、絶対これや。見てください、ちょっとこれですよ。うわぁ、ほんまにあんねや。うわぁ、くわ、ドクドクしいな。それでは採取したいと思います。痛いなこれ。あれ、これ両手じゃないと無理やな、片手で取れへんや。結構根っこの方までくっついてましたね。うわ、見てください、これが毒キノコで、一番有名なベニテングダケの5000倍の毒を持つと言われているドクロテングダケです。通称神殺しと言われている、毒キノコですね。これを食べることによって、これで大丈夫なんであれば、僕は神を超えたということでよかったですか。それでは神を超えていきたいと思います。食べます、いただきます。怖いな。うわ、あれ、なんか普通にうまいですね。全然なんか普通に、なんか思ってる以上のクオリティの味というか、全然美味しいです。え、この一番上の部分が毒きついんですよね。全然大丈夫ですね。なんやろということで、大丈夫なんで、神を超えた感じがしますね。一皮むけたというか。ほんまなんかなこれ。全然大丈夫です。とりあえずこう持ちながら、記念に多分持ちながら行きたいと思います。
何やったんやろ。まあ言うて今回の検証結果、まあこの究極のホコタテ対決言うてましたけども、何もホコでもタテでもなく、僕の圧勝ですね。めちゃくちゃ美味しいと僕は感じました。何やったら おかんとかにお土産で持って帰りたいぐらいです。間違えてんのかなこれ、キノコあれで合ってるんかな、どうなんやろ、わからないですけど、とりあえず、言われてた、ドクロテングだけですね、食っても何にも送りませんでした。ごめんなさい、なんかねこういう結果になってごめんなさい、すいません、とりあえず失礼します。ごちそうさまでした。うわうわ、なんか急に来るな、なんか変な、ちょっとずつ慣れてきたんですけど、ちょっと神殺し、俺神様の神様の助けがいるかもしれないです。ちょっと神様に助け求めてから帰りたいと思います。毒の手繰り、カツチュカラを与えください。あれから1時間ぐらいは死にかけてました。だけどなんとか車に戻ってきて、ゆっくりしてから神の力が効いてきたのか、だいぶ楽になりまして、なんとか復活することができました。全く体に異常も見られませんし、もう大丈夫そうです。まあでもただこれを見ている視聴者の皆様、絶対に真似はしないでください。僕だからなんとか、このね毒キノコを食べても、無事でいたんですけれども、一般の方が同じように毒キノコを遊び半分で食べてしまうととんでもないことになりますので、もう一度言わせてください。皆さん絶対真似はしないでください。まあ今回の検証結果なんですけれども、僕一人の力では
死んでいたかもしれません。ただ神の力を使ってですね、借りてなんとか判定勝ちには持っていけたかと思います。ということですね、それでは皆さんありがとうございました。ドクロ天狗パイセンでした。よろしくお願いします。